日本神奈川県横浜市戸塚区、南舞岡南舞岡は、神奈川県横浜市戸塚区にある町名。現行行政地名は、南舞岡1丁目から、南舞岡4丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は244-0814。戸塚区の中央東端部にあり、西は、舞岡町に接し、東は、港南区日元産と接している。 地区内のほぼ全域が昭和40年代に東京、横浜方面のベッドタウンとして造成された一戸建ての住宅街となっている。用途地域としては第一種低層住居専用地域が地域内の大部分を占め、一部に第二種中高層住居専用地域及び市街化調整区域が設定されている。造成前は前岡川とその支流が形成した北に開けた二つの 宿と尾根となっていたが、宅地造成により、地域中央の宿が埋め立てられ、丘陵地となった。東南側の尾根が江南区との境界となっている。地区内には、住区機関公園と、学校周辺に緑地がある程度だが、真岡町の生産緑地や真岡公園が隣接する。横浜市内でも、最も高齢化率の高い地域の一つとされる。面積は、以下の通りである。 住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、南前岡3の29の5の地点で18万円、平方メートルとなっている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。学区については、区前域が小学校については、 地区内にある南舞岡小学校に中学校については、町外の横浜市立日源山中学校の学区に指定されている。地域内に鉄道駅はない。最寄り駅として、徒歩県内に横浜市営地下鉄の舞岡駅及び下長屋駅があり、戸塚駅まで地区内を循環する経路で、江ノ電バスが運行されている。ありがとうございます。